いて、アンティークはやっぱり時代的にこっち中なんかいっぱい出てくるので、そういうのをヒントにして書いていただいたりします。作画の参考にと武器を購入していく漫画家さんも多いそうです。もうあそこ本当に面白くて、あの大仏さんに行くので絶対にあの寄っちゃうところがあるんですよ。鎌倉じゃないよね。はい、別所にはですけどね。もう時代も国も超えて全部あります。でもあのとってもいいものをつけて実は僕買ってたんですよ。それは何よ。それなんですよね。で根性を打ち込むっていうこういうのあれじゃない。この棒で根性を叩き合うっていうのね。ちょっとあの悩んだり落ち込んだ時はこれを自分自身の気合を入れたり自分自身の気合を入れたり自分自身の気持ちを気にしてるんですか。自分の背中が変わってんだよ。あなたお土産屋さんとかしてる鎌倉に行くと必ず鎌倉大仏の神を置いて国民の防犯というのがあって、赤と黒、こう耳を押すと色分けできるんです。